明日の紫外線予報をお届けします。晴れるところが多く強い紫外線に注意が必要です。まずは天気の予想分布を見ていきますと、西日本から東日本を中心に日中は日差しが届く予想です。一方、北日本は低気圧や寒気の影響により広く雨が降ったりやんだりとなりそうです。では気になる紫外線予報です。すると東北から九州にかけて広く強い予報が出ています。日傘や帽子、日焼け止めクリームなどで万全の対策を行ってください。札幌では弱い予報、そして那覇は雨が降ったりやんだりですが紫外線はやや強めです。油断をせずに対策をすると安心です。以上、明日の紫外線予報でした。